占領生存率曲線縦軸、細胞の生存率、横軸、放射線量実線、中性子線、破線、X 線線量生存率曲線は、放射線の線量とそれによって生じる細胞子の発生率との関係を示す曲線を言う。線量細胞生存曲線あるいは単に、生存曲線などとも呼ばれる。ここで言う細胞子とは、実験的に、 放射線を照射した細胞をシャーレの上で培養したとき、一個の細胞から増殖して可視的に係数できる一定以上の大きさのコロニーを形成できる能力を消失することを指しており、線量生存率曲線は必ずしも生体を用いて導かれているわけではない。哺乳類の細胞の生存曲線は一般に縦軸、横軸を三術メモリに取ると、 S, S 字状の曲線を示し、縦軸を対数メモリにすると型のある生存曲線を示す。また、新生細菌や特殊な哺乳類細胞では、指数関数曲線となるものがある。細胞子の分子機構は複雑で未解明な点が多く、そのため、照射線量と生存曲線の関係を分子レベルで説明することは難しい。ありがとうございます。